皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今日の名言は、あの哲学者、フロイトさんです。はい。どんな名言なのか、早速申し上げます。自ら進んで求めた孤独や他者からの分離は、人間関係から生ずる苦悩に対して、 最も手近な防衛となるものである。すごいこと言いますね。自ら孤独になれというふうに言っていらっしゃいますけども。これ訳し方がどうなんでしょうね。私が柔らかく捉えたらですよ。まあ、簡単に言うと、たまには一人になって考えて落ち着くのが心の健康にいいよってことでしょ そういうことでしょそういうことをあんまりこうやって行々しく言われちゃうとなんか、え孤独がいいってことなのみたいな感じになっちゃうじゃないですか。もうなんか行々しいな、このことは。フロイトさんすごい理屈っぽいですね、多分ね。はい。いやー。まあまあまあ、けど嘘は言ってないと思うんで、これは。私,私はこれは嘘じゃないと思うんで。はい。確かに、孤独になってね、一人でパーッと考えてみる。まあ、例えば本を読んでみるとかね。 もしくは瞑想をしてみるとかそういうのは人間関係から生ずる苦悩に対してまあ最も手近なまああの手近な、まあ、手助けだとは思いますよはいそういうことですよ、まあ、要するにざわざわしてるからちょっと静かなところに行こうみたいな話でしょはいそれだったら意味がわかりますはいということで今回も最後の最後の最後に この名言をもう一度申し上げまして終わりとさせていただきたいと思います。それでは皆さんまた次の配信または別の配信でお会いしましょう。それでは参ります。自ら進んで求めた孤独や他者からの分離は人間関係から生ずる苦悩に対しても とも手近な防衛となるものである。